どうも。妙に嬉しそうだな、今日は。お前が寝込んでて心配だったんじゃねえか？くどいようだが、体調には気をつけろよ。お前の特殊な力が大きい。秋も霧城も、ああ見えて自分のこと。お、戻ってきたな。ったく、またんなもん拾ってきやがって。腹減ってんのか？しょうがねえ。そんじゃ、さす。おはよう。ということで、って言っても残念ながら明日文化祭の展示とか飾りの片付けをして、うちのクラスはさ、じゃあまず理科室ね。担当は。じゃあちゃっちゃと終わらせようぜ。おっす。はーい。ああ、ここって写真部の手。あ、お前写ってるぜ。ってなんかこの1位のやつ、日に焼けすぎじゃね？そいつは早瀬っつって化け物みたいに。まゆくゆくは俺が古典。はは、暑苦しさならすでに勝ってんじゃねえ。お前の制服姿見たことねえもん。まあ今はジャージが正解かもな。動くと微妙に汗かくし。おしゃべりもいいけど、手も一緒に動かしてね。竹馬。あれ、お前もしかして。なんだ。うぃー、道具取ってきたぜ。釘抜きとドリルなら内蔵されているであります。うん。で、あれ、プチプチがねえじゃん。よりプチプチ。あ、よし、今度はお前が行ってこい。いやいや、わかるけど。お、へえ、いいの？あそこ主人肉林よ。お前好みのお姉さんが。え、マジか。だから早いとこ終わらせて。ごめんなさい。もうすぐブチ切れ。聞こえてる。ほんとバカじゃない。てかバカじゃないの。なんですか。しょうがねえ。にしてもさ、いろいろ企画あったのにな。あれ、飛び入りもありって言うから出るつもりだった。へえ、マジかよ。お前と。へえって、俺かよ。どんな無茶ぶりだよ。嘘嘘、宮本と。え、俺絶対に。こ、冗談ですって。じゃあお前と。お、やる気じゃん。じゃあちょっと。どうも、大人気コンビ、とも。おい、それコンビじゃねえじゃんとか、俺も友近健二かよとかある。いやー、それにしてももうすぐぶ。諦め早いな、お前。
あと360回ぐらい寝ればいいだろ。よく言うでしょ、子供は寝てん。はい、出ました、ハイエンドギャグ。普通恥ずかしくて言えます。ギャグといえばあれね。あれ、この鍵合わないな。目輝かしてキーッ、さすが月光星って、こら、打ち合わせなしの割にはうまくいって、ああマジでもったいなかったか。はいはい、その辺で解散解散。もったいないといえば竹葉さん、え、あー、やっぱ知ってんだその話。全然流れていいし。残念がってるやつも多いよな、宮本。あ、そうなのか。つか何が残念なんだ。メイドって喫茶店の鉄ピュアボーイ発。まああれよね、男つか、はあ、いやいや何その顔。し、純平さん、うそ、愛ちゃんまで。すみません。あれ、西脇さん、ど校庭に出てるテントとかなんだけど、弓道部の部室にしまっちゃって。ああ、全然いいんだけど。っていうか弓道部で片付けるよ。ああいいのいいの、うちのクラスが校庭担当になっただけだから。じゃあうちらでやっとくね。ありがとう。あ、体大丈夫？熱出したんだって？休みの間ずっと寝てたって聞いたけど、もう平気なの？顔見てみろよ、ケロッとしてんだろ。うん、そうだね、よかった。ってミヤもここなの？力しか取り柄がないんだから働きなよ。うっせえ、早く帰れよ。何よ、せっかく会えたんだから話ぐらいいいでしょ。ねえ、せっかく。え、ちょ、お前。すみません、あのガムテープ余ってたらお借りしたくて。よかった、私隣の教室の担当なんですけど、ガムテープがなくなってしまって、こちらが上級生の担当だったので緊張したんです。目の前にいてくれてほっとしました、あのさっき霧城先輩にお会い、ここのところずっと寝込んでいたとか、もし辛いならしばらく生徒会もお休みされた方がいいと。一緒に帰れないのは寂しいですけど。え、あのさ、それってどういう。あー、危ないな。あっちの壁すぐに直さないと怪我しちゃうな。大ゆかりっち手伝って、俺下ろすから押さえてて。え、あ、う、うっ。で、あーい、やべえ、そういった部のやつらに言っとくことあったんだ。マネージャー急ぎで伝言頼む。今度の部活にはタオル禁止。え、それすっごい困るんじゃない。
しかもなんで今それ。うるさい。これも特訓のうちなんだって。ほら早く。まあ何でもいい。あーっとガム手がなくなっちゃったな。他の教室行かないとガム手ないな。困ってるだろうなと。あ、そうですか。それじゃ。あのなお前さ、文化祭なくなってよかったんじゃねえの。誰と回るとかで血を見そうじゃんお前。ありがとう。君たちが来る前の我々について、特別課外活動部は、中等部の時に私が秋彦を誘い、何もかも今以上に手探りだった。みんなまだ幼く未熟でタルタラスへと赴いたところで、今のように本格的な探索など。それでも部の雰囲気は悪くなかった。同い年の者だけの気やすさもあり、厳しくも。すまない、現状に不満があるわけじゃないんだ。影時間を消す方法も分かった。ただ屋久島での話に新垣の復帰、嫌が応でも当時を思い出す。だから復学の件は私の個人的な解雇の情に過ぎないのかもしれん。ああ、活動を始めてどれくらいだったか。我々はある誰も欠けることなく必ず3人で卒業し、あの頃から秋彦は無茶をするやつだったから、命がけの戦いであることを忘れるなと。もちろん言い方は、彼らしいといえばそうかもしれない。君はよく見ているな。部を離れてからの新垣はあまりに自罰的に、まるで自分の身を犠牲に。だからあの約束と一緒に少しでも、それが君に復学届を託したり最後の望みだったが、仕方がない。ではこれは預かろう。すぐ休学更新の手続き。どうした？ああ、それは構わないが、君がそう言うなら任せよう。
素晴ら。楽しみにしております。ご用件を伺います。新たな地合体するペルソナをお選びください。よくお考えになるとよろしい。少々見劣りする。どちらを継承なさいますか。なかなかの力を授かって生まれそうですな。いよいよでございます。少々見劣りするようですが、引き継ぐスキルをお選びください。なかなかの力を授かって生まれそうですな。なかなかの力を授かって、では始めるといたしましょう。少々見劣りするようですが、引き継ぐスキルをお選びください。なかなかの力を授かっ始まります。ペルソナの登録、全書に登録なす。登録いたしました。上書きしてよろしい。登録いたしました。上書きしてよろしい。登録いたしました。上書きしてよろしい。登録いたしました。全書に登録なさい。登録いたしました。上書きしてよろしいで。登録いたしました。上書きしてよろしいで。登録いたしました。これまでの歩みでございます。こちらのペルソナですね。こちらでよろしいですか。それではこちらを。これまでの歩みで、私も特別なペルソナをご所望ですな。
受けたまわりました。またのお越しをお待ちしております。ごきげんよう。私からのお願いです。素晴らしい。アカペル。それでは。急いでください。あのイラスト集売れてたらどうしよう。早く。待てよ。伏見、英語の追加教材の金、俺らのクラスだとまだだって。さっき職員室でさ、質問詰め食らっちゃって。あのお金なら竹の塚先生が職員室にいらした時に。集金したお金の管理って伏見さんが頼ま、それって最後にお金見たの伏見さんってことだよね。ええ、だから。でも先生はまだって言ってんぞ。伏見がやらかして。先輩。私もそう思います。確かに渡しました。何か行き違いがあるんじゃ。何でもいいけど、後のことは頼んだぜ。大金預かってテンション上がったんだろ。騒ぎになる前に何とかしとけよ。黙っといてやるから。待ってよ、今の言い方って。あの人たちきっと他に言い返せませんでした。身の潔白をみんなに証明しないと。お金は確かに渡したんです。改めて竹の塚で。でも先生を疑って。自分のことですもの。本の虫今日。
ようこそベルベットルームへ。どうぞご覧ください。こちらのペルソナですね。ご覧ください。ご覧ください。こちらを引き出すのですね。それではこちらをおやめになりますか。またてくれる。もうこんなとこで食事ないかもしん。実はさ、なエミリの部屋にあった雑誌。なんでわかった？俺それ見てさ、俺決めたよ。高校卒業したらすぐお前は賛成してくれるよな。本気でカノーエミリを。それでさ、カノーエミリが友近エミリになるんだ。俺がエミリを。はあ、悪い。俺さ、そろそろ帰るか。お前と帰るのも。おかえり。ありがとう。今日はチキンソテーを作るつもりで材料買った。自炊するときってついいろいろ多めに準備、食べきるのが大変で。あなたって結構食べ、作る前にそれいい。そりゃ美味しいに越したことないけど、ハードルめちゃくちゃ。とりあえず先に謝って。まあとにかく栄養はつくと思うから。私たち体が資本なとこあるじゃん。だから食生活も見直そうか。あとはついでに痩せられたら一石二鳥だけど。さ、じゃあサラダ作りから始めようかな。う、安いしダイエットにもいいって聞いたから胸肉を使っちゃった。いや、だいぶパサパサ。はあ、ちょっとショック。本当だから、ね、次は絶対リベンジするから。ま、次は美味しいって言わせるから。ここでの練習時間は限られてるから、自主。よし、忘れちゃダメだからね。そうだ、あなたも何か言ってあげてよ。いい？
にかく気持ちで。あの子たちさ、今度6年生にしよう。勝った方が校庭を使うんだって。さっき挑戦状の代筆やらされて。試合のこともなんだけど、私ぶっちゃけさ、小学生の時の年の差って大きいでしょ。そうだ、あの子たちも本気で。大丈夫よね。はあ、もう絶対大丈夫。つうか挑戦状の代筆さ、もっと漢字を使っておけば。小学生。帰ったか。おい、おう。なるほどな。とりあえず余ったら冷蔵庫。つっても今日は二人分だ。言い忘れてたが、つくん、どんな味でも残すな。礼はするっつったろ。いらねえなら肉はしまっとけるが。じゃあ米はもう炊いてあるから、後で丼出してよそっと。俺のは大盛りでな。いい食いっぷりだ、うん、こんくらいのもんなら練習。今日は丼だけだったが、付け合わせやらも考え。まあ時間あった。さて礼は。じゃあな。時間。うんうん、やる。ありがとう。ば。で、なんでまだそれ持ってんだ。今度はただの使いっ走りってわけじゃなさ。だが復学はしねえ。お前には言っとくが、俺の体は長くは持たねえ。薬でどうにかごまかしてるが。神頼みするぐらいだろうが、その手のやつとは無縁でな。俺の体だ、俺が一番よくわかってる。どうにもなりゃしねえんだ。特製にしよう。食えよ、伸びるぞ。無駄足させちまったようだが、楽しい思い出が、てめえが起こした間違いも、俺に残された時間じゃその後始末で手一杯だ。相変わらずズケズケ言いやがる。だが
悪かね。くだらねえ気回して黙ってる奴らよりよっぽどすがすがしいぜ。お前が頼りにされてんのはそういう。秋も霧城も2年前よりずっと伸び伸び戦ってやがる。大した野郎かもな。だが俺なんかに構ってる暇があったら、特に天田なんてまだガキだ。いろいろ無理して俺にできることは何でもやるが、その頼んだぜ。こいつは俺が預かる。まあ直接渡すのが筋。先に出てろ。ごちそうさん、勘定頼む。えい。よう。おせえじゃねえか。おめえも大丈夫かい。その財政的にうちはせがれにいくらも渡してなかったぜ。おお、そういうもんかい。後ろに手回る方法じゃねえだろ。そじゃついでに聞くが、おめえ欲しいもんとか金出しゃ買えるものにしといてな。愛とか笑いの属性の人間には愚問。人間の物欲を否定するわけじゃ。わしくらいになると、あ、いや楽をしたいから金稼いでるのに一生懸命働かなくちゃならんって常識、わしには無理。平均的なサラリーマンの一生分の収入、退職金だ失業2億5000万だと。だからおめえの手持ちの話から一つ利口になったな、わしのおかげで。2億5000万だぜ。買い戻せないもんかね。言わなくても分かってるかな。今回も大丈夫だと。だけど未来というのは、だからいつも君を見てるよ。またさ。そうそう。へえ。
ようこそベルベットルームへ。これまでの歩みでございます。ご覧ください。こちらでよろしいですか。それではこちらを受けたまわりました。またの定例会は中止。その小田切さんって、さっき先生が来て、先生なんかすごく怒って、妙な意地を張るな。彼は生徒会長が推薦した人物です。信頼できる男です。だから被疑者リストに記載しませんでした。深夜の街を徘徊していたのを、お前の大嫌いな実…その目撃談を疑うわけ。僕は彼を信じます。だから彼をリスト…小田切、お前はもう少し世渡り…あの話…そんなこと言われるまでもない。よりによって君を疑うとは。あの教師、本当に教員採用試験をパスしたのか。安心してくれ、全校生徒を敵に。君は守るか。我ながら悪くない。じゃあな。帰ったか。おい、おう、この調子なら。形が悪いやつとか気づい、味は変わらねえし、取れたては格別。ああ、収穫した後のすぐ抜いて土も入れ替えろ。お前はすんなり話が、誰かと違って気まぐれで手出してみたが、俺みたいなやつがやっても育ってなんかの形にはなる。ま、食っちまえば。それ、生きてるだけで腹は減る。消えてなくなっちまうよ。いや、だいたい柄じゃ。今日は休憩は終わり。だってこれで一通り終わったか。手間取らせたな。戻るか。
聞いてくだ拙者、おじ上に日本の魅力を伝える。おじ上に日本の着物を見せつ。お主に参戦していた着物こそ日本4000年の着物を見せれば、おじ上も日本の魅力、着物のデザイン、小豆洗いのマスコットをイメ、このデザイン、お主が拙者を。拙者鉄砲水ヌーベシ。おかえりなさい。やっぱりワンピースの水着にした方が良かった。こういうセパレートのって味方によってはおへそがスースーする。考えてみたら一人で水着選んでもワンピースのってやっぱりゆかりちゃんにもう一回見た。あ、でも私あんまり運動してないか。あ、そうだ、地下ネットさんで買った。お値段の割にちゃんと効果あるってネットで評。ちょっといや、くすぐったヤマギシ、ちょっといいか。あ、キリジョー先輩はーい、あの、あ、大したようじゃないんだ。その気にせず続けて。あ、先輩もこれ腹筋鍛えるってっていうか。おはようさん。ずつ勝負して二人勝てた。6年生相手にだぜ。今日から校庭が使えるようになったんだ。6年生とも仲良しになった。お前ら4年生なのにすごいなって。全然心配なんてしてなかった。ありがとう。いいの、子供は気使わなくて。せーの、お幸せに。彼氏だってさ、
した。なんか今学園ドラマの最終回に巣立ってっちゃったんだね。そりゃもう正直さ、最初はいろいろ大変だ。あの子たちに徒競走を教えるの早くなったって喜ばれると私まで嬉しく、力になってあげたいって気持ちが、あんな風に一生懸命になれたの初めてかも。マネージャーの仕事手抜いてるとかじゃないんだけど、人の世話焼いたり教えたりすんのちょっと考えちゃった。そのおいおい考えようと。あ、なんか今更だけどありがとうね。今度打ち上げでもしない？コーチ修理を打ち上げ。やった。打ち上げの場所どうし、せっかくなら豪華にやりたい。私も最初全然自信、その話今度にしよっか。じゃあ帰ろ。帰ったか。うっしー。うん、そういえば、助かる。鳥のささみ、卵、アスリートの食事としては定番だ。だが、もできたものを小分けにして冷凍する。これがなかなかの手間でな。なんかさ、嘘。ちょはい、来ました。ありがとうな。なんだね。あのさ、やべえんだよ。俺とエミリーのことが学校にバレたらしいんだ。エミリー、九州の学校に飛ばされるんだって。でも急に無視されてメールも返事なくて、きっとエミリー一人でなの。俺何か方法考えるから。じゃあな。
帰ったか。どうも。ヌーベス。ハリシ、たとえ拙者の財布が軽く、ぼ一生懸命極上の気も極上の着物を見ればお主のお言葉を信じ、この度はお主の助立ちが感謝か。これぞ息を吹き返して日本人になる。ありがとう。よし、この前テレビで鶏むね肉を柔らか筋をちゃんと切って特製の液ってことで、今日こそリベンジ。うん、任せなさい。おかわりしたくなるくらい美味しく作るから。じゃあまずは手を洗って、あなたはご飯とサラダ。柔らかいしジューシーだ。ほら、これが実力っていうか、あなた口に入れた時の顔とか箸の進み、あーでも、うん、よし、とにかくた、あの、お疲れ。よし、そのごめんね、うちでその練習で使えそうなものを買ってたら金欠になっちゃ。よかった。お菓子とか好きに食べて、なんだかんだあったけどやってよかったと思ってる。あなたはどうだ。あなたってまつげ長いんだね。こんな近くで見たことなんか二人だし、じゃあテンション変えて、ね、私もだよ。純真で一生懸命で、っていうか
基本的におせっかいというか。じゃあ次の質問ね。あなたが結婚して子供が生まれ、男の子と女の子。私もいろんな服着せられるし、お手伝いとかしてくれるだろうし。けどどっちにしても私、あなたに似てるなら可愛いよね。絶対運動神経も良さそうだけど、スポーツに興味持ってくれるか。そういえばあなたってお父さんに、私さ、お父さんに激、別に嫌じゃないけど、言うほど似てないよね。私こんなに眉毛げじってない。おかえりなさい。